トモエです。今回なんですけれども、 KOSSC 英語の内容4択問題の攻略法ということでお伝えをしていきたいと思います。内容4択問題を攻略する方法なんですけれども、これまでの動画の中でお伝えしてきた問題の分類の中のどのパターンに当てはまるのかというものを毎回分析しながら、一つ一つの問題について、一つ一つの選択肢の正誤を根拠を持って答えるようにするということです。その上で、それでも苦手であれば、毎日学習会の過去問25年間分の解説などを見ながら、合格者が実際どのように解いているのかを把握し、その解き方を真似すること、さらにそれぞれどういったフォローアップが必要かも以前の動画の中で解説しておりますので、その指示に従っていただくと良いかと思います。内容4択問題でどのジャンルの出題がされているのかの判断ができれば、 SSC 英語で合格点を取ることは十分可能であるというふうに毎日学習会では考えています。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。ご相談、10日間無料体験、10日間無料添削は概要欄から LINE 公式アカウントにご登録いただければ幸いです。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。